アントニオ・フランシスコ・ハビエル・ホセ・ソレール・ラモスは、スペインの作曲家、聖職者、アントニオ・ソレール神父の通称で知られる、カタルーニャのウロト出身、6歳でオルガンと作曲の勉強をはじめ、モンセラート修道院の聖歌単員に加わる。1744年にセオで、ウルゲル大聖堂で、オルガニストと副助祭に任命される。後に、ジェーダとエルエスコリアル修道院の、 付属礼拝堂指揮者に任命された。23歳で除海を受け、マドリット近郊のエスコリアル修道院で日課を過ごし、それから31年間を一回の聖職者として過ごした。1日のうち20時間を祈りと瞑想、濃厚に過ごし、単調で飾り気のない日々を送った。それでもなお、このように禁欲的な環境の中で500曲以上の作品を残し得たのである。 これらのうち150曲が鍵盤楽器のためのソナタであり、その多くはスペイン国王カルロス3世の王子で教え子のドン・ガブリエルのために作曲されたのだと信じられている。ソレールの肖像は存在しない。最も有名な作品は鍵盤楽器のためのソナタであり、ドメニコ・スカルラッティの作品に匹敵する。ソレールの作品は形式においてスカルラッティよりも変化に富み、 いくつかの作品は三楽章や四楽章で作曲されている。ソレイルのソナタは20世紀初頭にエフサムエル・ルビオによって分類され、整理番号 R が付されるようになった。コンチェルトやオルガンと弦楽器のための五重奏曲、モテット、ミサ曲、オルガン独奏曲などもある。二台のオルガンのための六つのコンチェルトは非常に優れた作品であり、今でもレパートリーを生き延び、 頻繁に録音されている。代表作とされる、チェンバロのための、ファンダンゴは、現在では果たして新作なのかを疑う意見も出されている。論文、店長論、ジャーベデラ・モジュレーシアンも執筆した。エスコリアル修道院は、歴代スペイン王の墓所であり、スペイン王家の夏の離休としても使用されていた。スペイン王が秘書として、修道院に宮廷を移せば、ドメニコスカルラッティも来て、 教えを受けた可能性は否定できない。アントニオソレール・スパニッシュ・コンポーザー・エンサイクロペディア・ブリタニカ。ありがとうございます。